お疲れ様。お察しチャンネルです。今回は、はるまさんのスマホについてです。結構コメント欄でも気になっている方がいたので、調べてみました。あれからどこにあるんだろう、と言っていたのですが、はるまさんが、連絡を取った人物がいるか、メールなどを含め、確認を進めている、っていうことが、ジュースポに書いてありました。ちょっときつい文章があるので、ここだけカットさせていただいてます。当初噂で出ていた、夜に電話をしていた人がいたとかいうのもあったんですけど、その発言者のソースもないので、それは省かせていただきます。分かっているのは、親友の松和くんが18日と前日の17日に LINE をしたということです。前日は午後3時か4時くらいに LINE を送ったけど、既読がなかったそうです。当日は朝だったかなと言ってたんですが、インタビューの人に聞き直しをされたので正午となっています。はるまさんはスマホの電源を切っていたのでしょうか。これに気づいていたらとか思っちゃいます。そしてもう一人、イギリス留学の時に仲良くなったルームメイトのダニエルさんです。ダニエルさんははるまさんの鍵垢でやり取りをしていたみたいで、はるまさんの訃報を知って鍵垢を覗いたみたいです。すると5時間前にログインしていたみたいで、7月18日の9時39分から10時38分のいずれかの時間に開いていたインスタグラムをログアウトしたということになります。こちらも当初からすごく気になっていたものです。ちなみにこちらははるまさんの鍵垢のインスタグラムになります。すみませんが、アカウントは伏せさせていただきます。こちらのインスタグラムは非公開になっています。上の画像は海外の方のスクショになります。下は私が撮ったものですが、馬の見え方が違います。文字に関しては機種が違うと見え方が違うみたいです。フォロワーが3人減ってますね。フォロー中は1人減ってますが、これはおかしいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、以前も動画で紹介したようにブロックで外すことができます。そしてすぐブロックを解除するとわからなくなります。ハルマさんのプライベートの鍵垢を外すなんてもったいないなって思います。この58の投稿にはハルマさんのプライベートな素敵な写真がたくさんあったのかもしれませんね。そして気になるスマホですが、週刊女性プライムさんにお母さんが遺骨、携帯、手帳などの遺品を持ったままと書いてあるので、お母様が持たれていると思います。まあそらそうですよね。他の誰かが持っていたらおかしいですもん。そして7月にやり取りなどをした人を挙げてみました。会った方は省いて、やり取りをしたまたはメッセージを送ったという方を載せています。こちらはネット記事やテレビからの情報などになります。ちょっとここには載せきれなかったんですけど、ソースは持っているので憶測ではありません。まあ他にもいるかもしれませんけど、分かっているのはこの辺りです。そしてはるまさんが待ち受けにしていたというくるみちゃんとの写真、2ウィークスのインスタグラムにハッシュタグで待ち受けを眺めるパパというのがあったので、勝手にこれかなと思ってます。くるみちゃんにメロメロでしたもんね。そして LINE のアイコンも森の学校の時のマト君だったってことも有名ですよね。ちなみに息のおかみさんなんですけど、2021年の6月18日に亡くなられたそうです。ご冥福をお祈りいたします。悲しいニュースも知りましたが、嬉しいニュースもありました。コンフィデンスマン JP 英雄編予告動画で、はるまさんの声かもしれないっていうのが話題になってますよね。はるまさんの声に聞こえるんですけど、
皆さんはどうでしょうか。あと前回の動画でキャッスルさんが休業中ですって言ってたんですけど、10月1日に再開するらしいです。よかったですね。ちょっと仕事の方が忙しかったり、春馬くんの調べ物でちょっと気になっているとこがあって、配信が空いてしまったんですけど、すいませんでした。ぼちぼちやっていきますので、気長に待っていてください。よろしくお願いします。そんな感じですが、良くも悪くもお察しください。また何かありましたらこちらの動画にしますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。